まりました。やっていきましょう。はい。中野荒垣の人生思考学校。はい、司会は、五等分の花嫁のアニメを見始めた荒垣と。今日、道で、おじいさんが、おばあさんとおばあさん、おじいさんとおばあさんとおばあさんがいて、みんなで、ね、手をつないで横断歩道を渡ってるのを見て可愛いなと思った、じゃあ、中野が。へー、なんだろうね、それ、なんかそのさ、いい年こいた大人がやるには なかなか儀式的というかさ、その、何かの思いがあってやってんだろうなって思うよね。その、まあ、おばあさん、おじいさんだから、転ばないようにって可能性もあるけどね。あ、なるほどね。確かに実利としてもあるか。うん、そう、単純にね。そっかそっか。それだったらまあ、その通りだな、確かに。ちょっとした偏見が炸裂してしまったの、俺の。不倫かなってことですか？いや違う、そうじゃなくて、なんかその、若い頃の気持ちを思い出すためにみたいな。まあ、それはそれでいい話だよね。気持ちとか、そうそうそう、そういう、うん、そういういい話かなって思って、そのなんか。今手をつなぐことに、なんか意味があるんだっていう思いでやってんのかなっていう気持ちなのかなって思ってたんだけど。なるほど。確かにそういうもんじゃなくて普通に必要だからやってる可能性もあるなと思った。そうだね。あとね、最初にこの間さ、君の名前やってたじゃん、やってたんですよ、テレビで。テレビでね、そうそう。で、君の名は俺たち喋ってんのよ、感想一個特番やったぐらい、ね、やってんのよ。でそれ、当時だから2017?6?、くらいのところさ、俺聞きに行ったので、聞きに行って再生したんだけど、やっぱね、今とちょっとノリが違うね。特に俺の喋りとかね、全然、今以上に素っ気なくてね、荒垣さんに。これあんまり、なるほどね。みんな聞いてねってね、ツイートするのはばかられるなって思ってね、やんなかったんだけど。まあ気になる人はね、遡ればあるんで。人思考アカウントね、遡ってきあると思うんで。そうだね。YouTube のね、あれを。まあ、聞いてみてください。というまあでも人間ってね、その、時間によってそのさ、立場が変わるものだしね、そのなんか、そうだね。別にあのさ、仲が悪いわけじゃないんだよね。そうそう。そう、仲悪いわけじゃないんだけど、そう、俺、五等分の花嫁の話したじゃん。今、したね、一瞬ね。今、一瞬したんだけど、それもちょっとさ、思うところがあって、五等分の花嫁、アニメで見始めて、まあ、面白いなって思ったの、普通に。まずは面白いなって思って、で、まあ、現代的な配慮が進んだラブコメだなって思ったの。へぇ。ね、俺見たことないや。まあ、あんまり見たことないと思うんだけど。で、これね、週刊少年マガジンの連載中のラブコメなんですよ。そうだね。そう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 。で、週刊少年マガジンのラブコメといえば？言えば、まあ、愛のないセックス、妊娠とかそういうやつですか？いや、違う。俺の中では、ラブコメといって、たら少年マガジンのラブコメと言ったら、まあ、ラブヒナなんだよ。そうだね、ラブヒナだね。そう、もしかしてラブヒナじゃないのかって思って今びっくりしちゃったな。マガジンに対する偏見が結構あって、そう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 、マジでって思ってさ、みんなマガジンのラブコメそんな風に思ってんの、まあそういう面がないではないけど、俺にとってはそのラブヒナなんだよね。そうだろうね。そう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 、ラブヒナ結構当時から好きだった、ラブヒナは別に愛のないセックス否認とかの話じゃないです。そう思ってるわけではないです、俺は。そうだからちょっとびっくりしちゃってさ、話が通じなくなっちゃったって。そうだね、五等分の花嫁もそういう話じゃないってことはもちろん知っています。そう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 。で、まあ昔の古き良き漫画だし、その名作って言われてるね、ラブコメといえば、ラブコメの歴史の中に、まあ、三千と輝く名作としてラブヒナがあるし、そう、今漫画図書館 Z とかで全巻タダで読めたりする、ね。赤松先生のね。そう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 。で、まあ、折に触れて読んだりもしてるんですよ、俺。あ、そうなんだ。そうそう、たまーにね。で、まあ、その、一番最初に言った話なんだけどさ、まあ、現代的な配慮が進んだラブコメだな、五等分の花嫁は、みたいな話をさ、したじゃん。した。どういうところが？でも、ラブヒナってさ、あんまり現代的とは言えない倫理観で作られてるラブコメなのね。だって現代じゃないじゃん、ラブヒナ。そう、当たり前なんだけど、そう、現代じゃないからなんだよ、これ。で、これってさ、やっぱりその、俺ら読み手の倫理観が常にアップデートされてるから、当たり前なんだよね、その、アップデートされてない時代に書かれた、アップデートされてないラブコメだからさ。そうなんだ。そうそう。で、今何も知らん人がね、まっさらな気持ちで読んだら、結構引っかかりポイント多いと思うの。あ、そうなんだ。俺あんまりね、知らないんだ。
だからさ、あの慶太郎くんがさ、うん、なんかまああのちょっと足を踏み外してさ露天風呂に入っちゃったりしてさ、うんうん、よくあるじゃん、エロラッパーバコーンみたいな、よくあるじゃん、うん、殴るみたいなね、そ う, です、うん、そういうさお約束のシーンとかさ、うん、めっちゃいっぱいあるんだけどさ、うん、なんかまあまあ単純にさ暴力振るうなやとか さ, なんかさ、そうなの、別に そういうのとかさ、未だにいくらでもあるじゃんそんな描写、まあまあそうそうあるんだけどさ、うん、今少しずつなくなってんなって、そういうなんか理不尽な話とかさ、そうかな、なんかそのうん、でその五等分の早めとかはさ、うん、あんまりそのなんかその女の子に対してさ、そのなんかあまり性欲を押し付けたりしないとかさ、主人公がとか、なんかそういうさ、あのいろんな配慮とかしてんなって思ったの、単純になんか気をつけてんなって思ったの、単純にね、そういうそのそれが悪いとかではなく、うん、あの引っかかるかもしんないからやんないみたいな、それはエロコメとラブコメの差とかじゃなくて、まあエロコメ的な部分もあんのよ、その五等分の花嫁、その、あのエロシーンみたいなのもあるんにあるの、うん、お色気シーンっつーの、うん、うん、みたいなのあるんだけど、まあそういうのをちょいちょい配慮してんなってところが少しずつなんかちょっと思ったりするんだけどさ、そう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 、でさ、そのやっぱりこれでさ思ったのは、で今その、まあ、今の倫理観でねラブヒナを読んだら、うん、まあちょっと臭みが結構感じますなみたいなところ結構多いんじゃないかなと思って、うん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 、でそのさ、でも当時のねその未成熟な倫理観ルールではギリギリ OK のラインだったラブヒナ君、うん、まあ当時もね、そのいささか感覚が古いな赤松先生っていうところあったんですよ普通に。あ、そうなんだ。その赤松先生ってさ、あのテンプレ設定みたいなのを、うん、あのうまく継ぎはぎするのがうあの得意な作家だったんだよね。だからなんかその単純にこの武器古いなみたいな、古い武器をうまく使ってんなみたいな感じの作家であったから、うん、まあそのさらに当時としても古いみたいな感じのあれだったからね、その今の人が見たらきついとこも多いんじゃないかなとか思っちゃったりするんだけど、うんうん、だからさこういうのでさ思うのが、その結構水物なんだな、ラブコメとかそういうのってって思っちゃってさあ、うん、だから今さ、まあまあ配慮されてんなって思って、まあまあ配慮されてんなって思った五等分の花嫁も、まあ、ラブヒナのごとく後世の人間がまあ無理無理片つむりになる時代もね来るんじゃないかなっていう。あ、まあそうかもね。うん、そう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 。俺はちょっと具体的に比べることができないから、うん、あ、確かに、うん。そうなんだとしか言えないんだけど、うん、まあそうかもしれないですね、確かに。そう、うん、まあ読み手がさ、どんどんあの変わっていくから考えとかさ、うん、そのなんか、そうだね。そう、いろいろなさ、あのことに触れられてさ、今の現代はさ、うん、であの俺もちょっとこういうことあるかもしれないから、ちょっと考えんといかんなみたいなこともあるわけじゃないですか、そういうケースとかさ、いろいろ試されたりしてってさ、うん、その、うんうん、まあね、うん、俺も同じ場面にあったらそうしないように気をつけようみたいなことをさ思ったりしてさ、どん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 倫理観がアップデートしていくと思うんだけどさ、あーなるほどね、うんうん、でもさ、そうそうそう、なんかそういうさ、うん、気持ちとともにさ、うん、なんだろう、コテコテのね、うん、コテコテの漫画っぽいやる、うん、なんだろう、やりとりっていうものをやりて、うん、なぜなら俺はコテコテの漫画が好きだからっていう気持ちもあると思うんだよね。あるね。うん。うん、なんか、うん、お決まりのね、様式美というか、だってさっきの風呂にさ、うん、入っちゃったりとか、うん、まあ、うんうん、あの、ラッキースケベだよね、いわゆる。そういうアクシデントで、ね、で、うん、最低バチン、不潔バチンみたいな、張り、あのね、張り手されて、うんで、張り手が赤くさ、発光しながらほっぺたでピカピカしてるみたいなのとかさ、うんそうだね、なんか、うん、やっぱさ、それを書く喜びって俺あると思うんだよね。うん、その、うん、なんだろう、それは、かつて見たあれを俺が書いてるっていうかさ、なんだろうな、やっぱ、うんうん、それをね、書くね、喜びみたいなものの気持ちもあるなって俺は思うけどね。そうだね。うん。だから難しいなーっていう感じなんで、なんかさ、その、それはなんかさ、四天王出してみたいなと同じで、うん、そのエスパーダ出してみたいな感じのわかるわかるわかる、うんうん、様式美としての、うん、やりてえって気持ちがあるんだよ、きっと、うん、あるんだけどさ、そのラブコメってさ、あのやっぱり言ってて思ったのはさ、単純にそのさ、スナック菓子としてのさ、良さみたいなの求められてて、うん、軽くさ、なんかその罪悪感絶対に感じずにさ、軽く食いたいみたいなさ気持ちとかってやっぱり強いと思うんだよね。うん、だからなんかそういうところのね、配慮みたいな、まあない方がいいっていうものもあるんだろうけど、
なんか消してった方がいいと思ってんのかな作者はなっていう感じはあんのかなと思った。そういう引っかかりみたいなの、感じそうな場所があるんだったら一つ一つ潰してった方がいいのかなって思ってるところもあんのかなという気はした。まあそうかもしれないですね。でまあこれでね、その言ってたようにさ、その中野さんもさ、やっぱり3年前と今のね、俺たちのさ考えとかさ、人に対する接し方みたいなのもさ、やっぱどん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 アップデートされていきますし、昔と同じね自分ではいられないのはまあ当然のことっちゃ当然のことなんだなというね。そうだね。そうそうそう。だからなんか中野さんがそっけなくても、まあその今の中野さんが良くなったってことで、その成長をね感じられて逆にいいんじゃないかなって思いますね。まあそうかもしれないね。そう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 。っていう感じですかね。まあいいも悪いもないですけどね。俺がそっけない、そっけあるのね、話は別に。確かに、いいも悪いもないね。ただそこに中野がいるってことだね。そうそうそう。っていう感じですかね。じゃあお便り行ってみますか。ことぶの花嫁のヒロインは中野なんでしょ？あ、中野家なんでしょ？確か。中野家だったっけ？確か。確か中野家の5人娘でしょ、あれ。ちょっと待ってね、今ちょっと五等分の花嫁のウィキペディアを開いて、上杉家と中野家、あ、本当だ。そうなんだよ。それだけ知ってんの。中野家ご姉妹だ。中野じゃんと思って。中野デイ、あ、中野デイちゃいないけど、いつきはいるな。いねえよな、そりゃ。中野一華がいますね。中野デイ一華ですね。確かに。もうほぼね。ほぼですよ。だって、ほぼそうですね。6文字中5文字あってんだよ、名前の。そうだね。そうだね。6等分の5がね、6分の5が。そうだね。本当だね。花澤香菜ちゃんですよ、声優。あ、そうなんだ。花澤香菜といえば、あれじゃないですか。あの、琴の葉の庭の先生じゃないですか。雪の先生じゃないですか。ああ、なるほどね。そっか。あ、じゃあ、繋がったね、その。繋がっていくよ、どんどん。どんどん繋がっていく。無駄なことなんて一つもないんだってことね。じゃあ、お便り読みますかね。はい。はい。健康ランドボーイさんからですね。はい。ありがとうございます。中野さん、荒木さん、こんばんは。健康ランドボーイと申します。ありがとうございます。荒木さんのお話から、プリティリズムに興味を持ち、ドハマりしたので、友人知人に勧めまくっていたところ、この度、ひよたの女の子が、レインボーライブとキンプリ SSS9 話まで見てくれました。偉いと褒めたたいておきました。ありがとう。どうだったみたいな話をしていたら、アレクの話になり、そこでふと違和感を覚えたのです。なんと、その子には男同士の恋愛という文化、かっこ文脈が存在していなかったのです。当たり前にアレクをアンちゃん、若菜ちゃんとセットにして扱っていたので、アレクって男でしょと言われてしまいました。びっくりですね。さて、本題ですが、その子がなるちゃんの失恋がかわいそうだったと感想を言っていて、僕は、そういやなるちゃん、浩二先輩を好きだったのかとまたびっくりしました。レインボーライブを見ていて、なるちゃんの恋愛に全く注目がいかなかったので、彼女たちの成長をあの手この手で書いてくれる作品だと思っていたので、失恋も悲しいことというよりは、それぞれの選択の結果をどう受け止めるのかという思春期の成長かなと僕は前向きに捉えていました。荒木さんはなるちゃんの失恋をどう思いましたかということで。これ前段と後段が結構完全に分かれてるね。まあ本題は、なるちゃんの失恋をどう思ったかって話らしいけど、まあどう思ったかって言ったら、あの、まあ普通になるちゃんの失恋かわいそうだったなって俺も思いましたよ。だってかわいそうじゃん、失恋って。普通に、そうだね、普通に考えてさ、失恋してる女の子がいたら別になるちゃんじゃなくてもかわいそうだなって思う。 まずかわいそうだよね。そうそうそう、まずかわいそうで、その後で、まあでもこれも青春の、そうあれだよね。そう、だからそれは別に別れてる話じゃないだろうって思うんだけど、そう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 、そう同じだよそれは。かわいそう、でもかわいそうと思ってあげてと。あとアレックの話で、その男同士の恋愛っていう文化文脈が存在して、あのね、これね、キンプリね、あの確かにその BL っぽさみたいなのをちょいちょい含めてはいるんだけど、あの別にあれだよね、そんなに出してないというか、その、キンプリ自体には。だから、その、アレック君が、その、アンちゃん、若菜ちゃんとセットみたいなカップリングっていうことなのかな、そして扱ってたっていうのは、まあまあ、わかりやすいと思いますよ。単純にそういう感じもあると思うし。だから、あの、やっぱり、そうだね、広くいろいろな感想がある、のがいい。っていう感じなのかな、レインボーライブとかプリティリズムには。俺は何も見てないので何もわからない。確かに、あのね、
今ね、ちょうど先週、あの、キンプリシリーズの最新作のテレビ放映が終わったんだよね、最終回を迎えて、うん、そう、あの、6月末で終わったんだけど、うん、それもめちゃめちゃね、良かったからね、あの、見てもらいたいなって思うんだけどね、なるほど、はい、その、見てもらいたいなっていう思いを、もう何度も何度も語ってるからね、うん。これからね、健康ランドボーイさんは、オーロラドリームとディアマイフューチャーを見てくれると俺は信じているから、見てくれよなって感じですね。それは第1作目、第2作目なんですけど。うん、絶対見てくれよなということで。絶対見てくれよなって感じですね。うん、第1章、第2章を見てると、第3章のレインボーライブの面白さが5倍にも6倍にも膨れ上がるからよっていう感じがするので。なるほど、うん。よろしくお願いします。はい。じゃあ次行きます。そんなもんでいいですか。はい。はい、そんなもんです。はい。じゃあ次のお便り。はい。はい、人志子ネーム、放課後まで待てない、今すぐここでさんから。すごい名前だよ。すごい名前ですね。いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。サブスクでバンプオブチキンが聴けるようになって、マイナー曲でも手軽に聴けるようになったので、シングルのカップリング曲やアルバムにだけ収録されている曲などを語ってほしいです。ということで、ありがとうございます。バンプオブチキン来た、ね。バンプオブチキンの話をしろというお便りが、うん、ついに来た、ね。これさ、人志子ネームさ、放課後まで待てない、今すぐここでは、うん、バンプオブチキンとは全く関係ない。まとは全く関係ない。関係ないと思いますね。マジで急に狂ったってことなんですか。そうですね。うん、なんかちょっとエッチな感じの。ちょっとそうそう。何、うん、放課後まで待てない。今すぐここで何するんだろうね。うん、バンプオブチキンを聞こうかなみたいな。あ、そうそう。あ、そうかもね。そうなの。授業中かもね。授業中で聞くなよって感じ。うん、なのかな、これ5時間目とか6時間目かもしれんわ、うんうん、なるほどね、うん、今すぐここでって言って今すぐここでって、うん、おい田中何やってんだお前はみたいな感じで、うん、言われる、ね、授業中、ね、何いきなりイヤホンしてんだお前っていう授業中さ、あの内ポケットにさ、うん、あの再生する MP3 プレイヤーとか MD プレイヤーとか仕込んでさ、うん、イヤホンを服の袖の中に通してさ、うん、耳にさ、うん、なんか、うん、なんていうの、ほうぜつくような形でさ、うん、あの、ハッカーみたいなね、感じで、ね。あったよね。やあれはでもさ、やっぱさ、うん、盗み聞きしているっていうことが、完備なんだよね、きっと。まあそうだよね。うん、俺の体の中の構造がこうなってるとは思うまいみたいなさ、うん、気持ちだよね、その、そう、やってやってるぞ。やっぱそれが今聴いているこの曲の良さを何倍にも膨らませるみたいな。うん、そうだね、うん、そうだね。まあ、周りを見ちゃうよね、まずね。そう、そのシチュエーションでね、うん、曲を。そう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 、うん。っていうことだと思うんですけど、まあ、バンプオブチキンはでも授業中に聴くような曲あんまないな。ああ、まあそっか。バンプオブチキンってやっぱりもう青春が終わった人の青春が輝いてたっていう歌が多い気がするんですけど、そういう感じだからってことですか。いや、そういう感じだからっていうか、俺は授業中に聴いて完備なのって、ちょっと、うん、なんだろう、その、アナーキーな感じっていうか、反対性っぽいっていうか不良っぽいっていうかさ、うん、なんかそういうやつなのかなって思ったから、うん、俺の中でバンプオブチキンって、ね、うん、そう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 、うん、バンプオブチキン、そう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 、うん、ラップなんて授業中にさ、それで聞きたいじゃん、うん、なんか、うんうん、クソがよって思いながら聞きたいってこと、ね、クソがよって思いながら、そう、舐めた態度で聞きたいじゃんやっぱり、うん、そうだね、うん、俺は迎合してねえぞって心の中で思いたいっていう、ね、っていう方が完備になりそうだなって思った、うん、なんか確かにそういう視点でバンプオブチキン見たときに、うん、バンプオブチキン授業中に聞いてもなって思って、俺は今確かに、うん、あんまりピンとこなかった、うん、まあそうだよね、やっぱりさ、深夜5時の踏切の前で聞くのが一番いいかもしれない、そうなんだよ、うん、結局ね、深夜が深夜5時じゃないけどね。うん。まあ、うん、そうそう、早朝か、うん。深夜3時、4時ぐらいのね。うん。電車も通らない踏切でね。そうね。うん。まあ、なるほどね、曲はね、うん、結構いろいろあるんだけど、うんうん、まあ、カップリングを集めただけのアルバムとかも確か出てて、うん、バンプは。うん、で、まあ、それをちょっと今、検索して見てるんだけど、うん、まあ、ラフメーカーとかね、例えば。カップリング、あ、はいはいはい、うん、だし、うんうん、まあそうだな、何がいいかな、まあもうすぐねアルバムが出るんだよね、バンプといえば、あ、なるほど、うん、久しぶりにアルバムが出るんですよ、なんかあれだよね、3年ぶりぐらいかな、うん、あれとかがカラクリサーカスのね、カラクリサーカスオープニングとかも入ってる、使ってたね、そうそう、うん、あれフルバージョンがまだ誰も聞けてないから、うんうんうん、楽しみだねっていうので、あと俺今日図書館行ってきたんですけど、うんうん、図書館でねバンプオブチキンの特集アルバム出るからって言って、うんうん、カットって雑誌をねインタビューあったから読んでたんだよね、うん、で、うんうん、まあ、そこに書いてあったこととか、
まあ、例えばね、カラクリサーカスのその曲とかは、結構さ、フェイスレス視点の曲じゃないみたいなのとかさ、あったじゃん、歌詞が。そんああ、なるほな、どね。なんだっけかな。なんだっけかな。僕の正しさなんて僕だけのもの、どんな歩き方だって会いに行くよ、みたいな歌詞とか、なんか、なんだろうな。結構フェイスレス視点の曲なのかなみたいなね、話とかあったんだけど、まあ、コンクールのアニメが終わったということで、からくりサーカスも終わったのです。で、もう、最終盤終のわったのさ、ですって言っちゃ面白い。で、最終盤の話をしようと思うんだけど、今から、からくりサーカスの。して。つまりさ、主人公はフェイスレス、つまりラスボスとさ、ほぼ同一体なんだよね。同じ人物というかさ、どういうこと？主人公は実はそのフェイスレスが脳にダウンロードされるために作られた擬態というマサか、ルくんのこと？マサルくんの話。そうだね。だからまあそのさ、マサルくんを語るにはさ、そのマサルくんの人生の生き様みたいなのを語るにはさ、どうしてもフェイスレスの話も語んなきゃいけないみたいな感じでさ、やっぱりだからまあ、フェイスレフスェイはスレ全部スの仕こ組んでと、た人だからね、だって。そう、フェイスレスのことを語ってるっていうのは、やっぱりマサルくんのことを語ってたら、フェイスレスに片足突っ込んでまったっていうことなんじゃないかなと俺は思ったんだけど、ああ、その歌詞の話ね。歌詞のことこと、ね、まあ、インタビューによると、バンプオブチキン結構、なんだ、結界戦線のオープニング歌ったりとかさ、そうだね、ワンピースのオープニング歌っワンたピーりスとのオかープニングね、歌ったりと映画か、か、えその映画のね、やつ歌ったりとか、いわゆるそういうタイアップ曲みたいなものが多いんだけど、毎回そういうのやるときに、向こうの作風とか作品世界にすり合わせようっていうことは全く思わないって、それはやらないようにしてるって言ってて、で、ああ、そうまあ、なんだ。結局向こうの世界観とかやろうとしてることと自分たちが今でやろうとしてることの重なる部分が絶対あるはずだから、そこがどこなのかっていうところを、まあ、探って歌うだけってことをまあ言っていて、で、なるまあ、ほどカラクね。リサーカスもめちゃくちゃファンなので、自分の好きな作品10本あげろって言ったら絶対に入るぐらいファンだってことを言ってて、まあ、それってその当時3本ぐらいいきなりタイアップが入ってきて、めちゃめちゃヘトヘトで最後に作ったのが、その月光ってものかな？月の虹って書いて。月光が最後の依頼のタイアップだったんだけど、本当にもうヘトヘトで、もう何も出んみたいな状態だったんだけど、でも、白金たちも頑張ってるからって思って そこでシンクロさせたって言ってて、なるほど白ね。金たちももう何リットルの血を流したんだ、それでも立つんだみたいな、白金たちのこと考えたら、俺もまだやらなきゃいけねえって言って、なんかそこでシンクロして書いたみたいなこと言ってて、いいこと言うじゃんって思うへえってね。思って、だから別にキャラソンのイメージで書いてるわけじゃないんだなって思いました。だから結果的にフェイスレスみたいにも聞こえたりとかもなるけど、でもまあ多分カラクリサーカスのキャラクターたちみんな、そうだね。みんなに当てはまる曲なんだよね。そうだね。なんだ、なんだっけ、鏡のように手をね、伸ばしてほしいっていうさ、やつとかも、やっぱ最古の4人たちも結局笑ってほしいってことでさ、そうだね。頑張るわけだし、やっぱみんなね、片思いという誰か、かのために頑張って生きてるというか頑ね。張ってね、振り絞ってるって感じだから、やっぱ、みんな似てるんだなって思いますね。フェイスレスだけじゃなくね。あ、いい話だなって思いながらね。いい話ですね。バンプオブチキンくバンん。プオブチキン君はね、やっぱね、俺いいですね、よ。バンプオブチキンくん、やっぱりそのさ、まあ、中野さんが前に言ってたさ、その部分、もう、占められてるから問題があるわけじゃないですか。占められてるから？もう他のバンドにさ、そうだね。占められてるから問題でさ、まあ、あんまり入れなかったんだよね。でも、バンプオブチキンとかさ、やっぱり普通に俺、中野さんとかとカラオケに行ったりするとさ、バンプとか、ラッドウィンプスとかそうをだ歌ってね。くれたりすると、やっぱりいい曲だなって思ったりして、そうだね。俺も聴きてえなって思うんだけど、やっぱりさ、もう、言うて10年、20年さ、そうやっだてね。るやつ20年やが、ってますね。どっから入ったもんかな、みたいな感じになっててさ、そうだね。俺も教えてもらいたいぐらいなんだよね。アルあ、バそうムなとんしてだ。の、このアルバムはここがおすすめで、とか、このアルバムはこういう特徴があって、みたいなことを、中野さんが語ってくれるんだったら、俺は、それ聞きたいなと思ってんだよね。あ、そうなんだ。そまあ、う。だから、やっぱこれ初は、期がい今いよ。ね、初期、
初期、中期、後期だったら、初期、後期が俺は割と好きでね、中期はそんなにピンときてない感じがあって。そうなんだ。うん。じゃあ、おすすめのアルバムとその理由をちょっとね、教えてほしいです。放課後まで待ってない、今すぐここで。放課後待ってない、今すぐに。そうだな。うん、まあ、やっぱり、最初の方の、最初はリビングデッド、ジュピター、うん、ユグドラシルがおそらく最初の3枚だと思うんだけど、うんうんうん、そうだな。リビングデッドがどんなんだっけかな。リビングデッドね。はいはいはい。リビングデッドいいね。オープニング、グングニル、ベストピクチャー、くだらない歌、ランプ K、リリー、エバーラスティング、リリー、うん、ライか、うん。グロリアスエボリューションエンディング。いいね。やっぱね、バンプはね、うん、前も、この人種この最初の頃にバンプの話したと思うんだけど、うん、歌の歌詞がいい歌詞だなって俺明確に思ったのって多分バンプがほぼ最初期なんだよね。なるほどね。うん。で、なんでこの歌詞いい歌詞だなって分かったかっていうと、めちゃくちゃ物語として語ってくれるんだよね、歌詞を。うんうんうん、うん。俺物語を読む力はあったから、原告得意だし。うん。うんうん原告得意だし、ね。うん。だけど、俺たちは原告が得意だから。そう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 。だけど、詞はわかんねえって感覚がやっぱりあったんだよね。その、クラムボンとかさ、うん、例えば。ああ、はいはい、うん。三文的な内容の詞がわからないけどね。そう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 。で、歌詞にもやっぱりいろんな歌詞あると思うんだけど、うん。かなりバンポープチキンは物語なんだよね。その。うん、そうだね。うん。で、物語だったら俺はわかるって思ったから、いい話だなってことだね。だから、いい歌詞だなっていうか。なるほどね。うん。うん、そういう、ところがすごい好きで、でリビングデッド最初のアルバムだと思うんだけど2000年の、うん、これなんかはもうすごいですよ。10トラック入ってんだけど1トラック目がオープニングで10トラック目がエンディングなんだけど、うんうんうん、オープニングでねもうお尋ねしますこの辺りでついさっき涙の落ちる音が聞こえてきた気がするんだけどみたいなこと言いながらね、うん、なんかよくわからんやつが話しかけてくるんですよ、うん、誰の涙かなってそういや君は随分赤い目をしてるねって言ってうん、で、まあ、もの、たそがれの賢者みたいなもんだから、サバンみたいなもんだから。うん、まあ、それで。なんだお前、バカにながら話しかけんなって思ってね。やめろ、そういう、なんか、キャラぶるのって、ね。そんなこと言われたら。それで、まあ、物語をね、うん、うん、置いてってあげるから、ちゃんと読んでおいてねって言って、うんうん、まあ、ぐんぐんいるベストピクチャーって曲始まってて、エンディングで、うん、まあ、読んだかいみたいな話をね、またしてみたいな。まあ、マジで、だから自分の曲のこと物語ですよっていう体で、うん、そういうロールでね、なるほどね、やってきてくれたりとかしてて、うんうんうん、そういうのがね、非常に俺、その頃の俺にとってはわかりやすく響いたんだよね。うん、なるほどね。うん。なるほどね。まあ、その、うん、で、まあ、このね、その、オープニングとかのその歌詞がね、うん、どこのアルバムだっけかな、もうつい最近のね、アルバムでね、回収されてんだよね。それと同じフレーズ、そこに出てきたその怪しい男が、うん、再び出てくるかのような、えあれがあってね。完全にサウンドホライズンじゃん。うん、なんかすっごいでっかい画像でさ、うん、相関関係作られるやつじゃん。だからサウンドの賢者、同一人物みたいな。そうそうそう。作られるやつじゃん、それ。本当だね。うん。だから、サンホラが俺入れたのも、結構その流れあるのよ、うん。バンプからのサンホラって流れあるの。なるほどね、うん。そうだね、うん。うん。本当に物語として歌詞を読むっていう。うん、2008年に出たプレゼントフロムユーか。ああ、でももう2008年なのか、うん。10年前なのか。10年前だね。11年前だ、もう。うん。うん、これがあれかな、うん、カップリング集かな、もしかしたら。で、うんうん、これのラストにプレゼントっていうタイトルのね、うん、新曲の、うんうん、新曲というか取り下ろしのやつがあったんだけど、そこも、やっぱりね、その、さっき言ったオープニングと同じ歌詞をなぞりつつ、うん、また新たな歌詞を加えつつってことでね。ほ、うん、結局、なんだろう。まあ、あれから8年ぐらい経ったけど、デビューの当時聞いた人から。うん、うんうん。そう。やっぱそこの当時聞いてた人はさ、うん、同じフレーズ、同じメロディーのアレンジでさ、うん、歌われると、やっぱりね、うん、グッときちゃうんだよね。グッときちゃうね、うん。そういうことはもう、どこのアーティストもやられたら聞くと思うけど、その攻撃は。うん、そうだね。うんうんうん。そう。いいんだよね。なるほどね、うん、じゃあアルバムじゃそのさ前期中期後期で1枚ずつ選んでくださいよ。
そう。そっから俺は、その、戦い始めるよ、その。あ、そう。まあでも、ベスト版みたいなのも出てるけどね、うん、言うて。まあでも、なんかベスト版とさ、なんかアルバム単位のさ、聴き心地って違うじゃん。そうだね。うん。じゃあ、うん、まあ、まずはリビングデッドだよね、最初の。リビングデッド。はんはんはん。2000年のね。リビングデッドと、まあでも初期のはね、どれも、俺が思い入れが強いから初期のはどれも好きなんだけど、まあその後は、うん、そうだな、コスモナウとか、コスモナウ。オービタルピリオドかのどっちかな、どっちかな。あー、でも、オルビタルピリオドの方がいいかもしれん。オービタルピリオド？オービタルピリオド。オービタルピリオド、じゃあ、リビングデッド、オービタルピリオド。で、後期というか、最近のは、うん、最近のは、そうだな、最近のはね、最近のはね、俺、うん、これってほどないから、むしろ次出るが最新のアルバムがいいんじゃない？ああ、確かにそうかもね。最新アルバムだね。うん、最新アルバムはかなり、いい曲が多い。結構。まあそうだよね。単純にその後期っていうんだったら、うん、今一番さ、今一番を見せてくれる最新アルバムが一番いいよねっていう。最新アルバムかなりキャッチーな曲多いし、いいと思う。うん、うん。うん。かなって感じですかね。なるほどね。うん。まあでも本当に。ここ中心にね。うん、まず。まあその3つ聞いてくれても別にいいけど、うん、うん、その中でもどれか1枚聞いてっていうんだったら最新をやっぱり俺一番聞いてほしい。最新は結構いい球が揃ってるって感じがある。ほーん。結構もう単体曲とかでは、うん、YouTube とかでも聞けたりするんだよね。うんうんうん、ポツポツ出てたから。でもどれもいい曲ばっかりだなって思ってたから。最新のね、オーロラ、なんだっけかな、オーロラアークだ、オーロラアークっていうタイトル、オーロラアーク、はいはいのが、うん、そろそろ出るはずなので、あと1週間2週間ぐらいで出るはずなので、へえ、じゃあ俺これ聞いてるみんなも俺と一緒にリビングデッド、オービタルピリオド、オーロラアークを聞いて、バンプオブチキンを、バンプオブチキンの流れをね感じて、感じよう、うん、見よう、うん、うん、まあバンプ聞いたことあるでしょ、うん、みんな、いやあるよ、うん、だからカラオケで俺も天体観測とかたまに歌うかみたいな気分になるし、どっかで聞いたことあるでしょ、うんうんうん、まあ言うてね、その ここ20年ぐらいをさ、その第一線で走り続けてきた人のさ曲を一曲も聞いたことないっていうのはまあそんなないだろうしね、特にオタクだろうし、このラジオ聞いてオタクだろうしね、うん、割とアニソンとかタイアップ多いし、うんうん、とか聞いたことあると思うけどね、うんうんうん、まあ今30分ぐらい過ぎたんで、まあ今回はこんぐらいってことにしてみますか。そうですね。うん、そうですね。うん、はい。じゃあまた来週。そうだね。さらばじゃ。来週、うん、さらば。うん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。